今日はバンブルビーチさんというですね、ビートルズバンドのなんと100回目の記念のライブということで、お祝いに佐賀の方から駆けつけてまいりました。若者のバンドでございますが、アップルズと申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、これは被ってるんですけども、デビルインハーハート
たちはですね、もう何と言いますか、皆さんにはもうどうでもいい話なんですが、平均年齢が65歳というですね、もう上の人は68というベースの人ですけども、それで前はですね、記憶回路がしっかりしておりまして、一回覚えた歌は絶対忘れないという人だったんですけれども、最近は記憶がですね飛んでしまうという、一応あれですけども、アルツハイマーの一歩手前でございました。そういうことで申し訳ございませんが、譜面台というものをですね、前に立たせていただいております。もう一人アルツハイマーがおりまして、うちのバンドも大変なんですよ。2年生です、ね、よく注意をしてないとですね、時々寝てるんですね、演奏中に。もうやばいバンドでございます。アップルズと言いまして、主に竹尾、嬉野、今日はですね、元竹尾のミス竹尾の、ママが来ておりまして、あ、どうも、宮原千鶴子と申しますが、それはとっても綺麗だ、綺麗ですけれどもですね、お尻にならない方はどうでもいい話でございます。大橋に問われというですね、ライブのお店がございます。そこで、ピアノの弾き語りとかなさっておりますので、キャバンビートの次に、大橋の問われにもよろしくお願いをしたいと思います。ということで、次の曲は何だっけ。いっぱい行けば出るだろう。それでは、今度はですね、ジョン・レノンが作った曲です。イッパイフェルという曲です。If I fall in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I can.汗かくといいよね。
あの自分一人で仕事してるみたいでさ。すいません。それじゃあ、普段あの歌わない人が今日は一曲歌うことになりました。一年に二言しか話さないというですね。お正月とお盆にしか話してないという、うちのリードギターでございます。中島君が歌います。If I Needed Someone。